皆様いかがお過ごしでしょうか。前回の動画では漫画スリーナインがアニメ映画とは一味違うぶっ飛んだ漫画ということを紹介しました。今回は特にその特色が強く出ている単行本第5巻8話静寂の谷を紹介したいと思います。黒い水着のメーテルの表紙が目印です。ただし要注意事項、この話ではメーテルは脱ぎません。本当に申し訳ない。ただこの巻5巻では、下着のメーテルが見れる話もあるので、それを見て気分を落ち着けてから、読むことをお勧めします。はい、まず簡単なあらすじ。スリーナインで旅をするメーテルと鉄郎が次に向かったのは銀の谷という星。なんとそこでは大きな音を出すと騒音材で捕まってしまうという星。それを知らずに下品代表我らの鉄郎が捕まってしまいます。そして絞首刑に愛想になる鉄郎を間一髪メーテルが助け、2人でスリーナインまで逃げて次の星を目指します。この話は前回の動画で説明したポイントの中で、下品なやつが勝つ、鉄郎が下品、この2点がよく抑えられたスリーナインの入門編のような話です。ではその辺のエモさがよく出てる名場面を紹介していきましょう。その1、食事シーン。大きな音を立てると捕まってしまう星ということで、当然メーテルは、鉄郎を汽車に残します。スタメン落ちです。ただ汽車で待っている時でさえ、鉄郎の下品パワーを抑えられません。駅弁を呼ぶために窓から叫ぶ。食事中に切れ散らかす。列車のそばで起きた事故を見て規制を上げる。などなど車掌さんが何度も注意してるのも聞かずに騒音をまき散らす鉄郎。で、特にひどいのがその食事シーン。まず食器をカチャカチャさせる。これは序の口。序な3級。そこで注意された鉄郎は、なんと手も使わずステーキにかぶりつきます。まさにロック。ナイフとフォークの音がうるせえなら使わねえぜ。そしてステーキにかぶりついた状態でガブーという音を出します。意味がわからない。車掌も思わず静かにと鉄郎を押さえつけると、ステーキを加えたままうーっとうなる様はまさに獣。肉食獣。そしてそのまま机を拳でガシャーンと叩きつけ名言を。音を立てずに物を食べたって美味しくないよ。書いてました。アムロの親父にもぶたれたこともないのに匹敵する名言ですね。車掌が気の毒で仕方がないシーン。その2、大声が武器。こんな鉄郎なので車掌の忠告を無視して街に繰り出し、当然うるさいので捕まります。そしてメーテルに助けられ逃亡劇が始まります。ここで追っ手を追い払う武器がなんと大声。実はこの惑星に住む人は小さな音も聞き漏らさないように耳を改造しているため、大きな音にとても弱いということがわかります。そこで鉄郎はわめき散らすことでどんどん追って追い払います。前回下品が基本的に勝つという世界観とは言いましたが、もはや下品は物理攻撃なんです。しかも挙句の果てにはわざわざ逃げればいいのに、試したいことがあると路地に待ち伏せ、おならの音で敵を倒します。ただ静かにすることを美徳とする敵を大声で蹴散らしていくという様は結構痛快。その3、衝撃のオチ。で、やっとこさ39にたどり着いたとこで、車掌さんが衝撃の一言をメーテルに言い放ちます。列車の汽笛の超音波の高低領域を上下させてピーピー鳴らしました。そう、実は鉄郎の大声は何の意味もなかったことがわかります。一体何だったのか。それに対してメーテルは言います。いいわ。鉄郎には黙っていましょう。大声に自信を持つのもいいことだと思うわ。違うかしら。大声に自信を持つのもいいことだと思うわ。違うかしら。違うかしらってメーテルに言われたらもう反論できる人間はいません。はい、ちょうど茶化しすぎたので真面目な話。実はこの星は過去に密告が多発して、みんなが疑心暗鬼になって小さな音も取り逃さないように耳を改造したという経緯があります。相手に真実を求めるあまり疑心暗鬼になった住民。嘘の情報と知らずに大声を上げて痛快に生きる鉄郎。その両者を書くことで、あんまり周りの声を気にせずずぶとく生きようぜ、というレイジ大先生のメッセージが込められている。いや、多分。自信はない。で、最後に、この教訓を得た鉄郎が、この星の経験をしたためた短歌を書きます。これを読み上げて今回の動画を終わりたいと思います。39、風に押されて遅ければ、我が兵の力、見せてぞくれん。安西先生もびっくり。まとめると、大声を出したら怒られる星で、鉄郎がわめいて大声とおならをまき散らし、車掌が助けたことも知らずにおならに自信に行き。はい、以上、犬島漫画レビューでした。あと、ツイッターにボツにしたカットの宣伝動画もツイートしているので、気になった方はチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。